はい、おはようございます。今日はオフなのですが、朝から BTB の新しい輪行箱が届きました。この前の白いやつがちょっと空港で雨の中放置されてふにゃふにゃになってしまったので、ちょうどねこのエボリューション2ってやつ在庫なくて、急遽前回白い普通の段ボールのタイプのものを用意していただいたんですけれども、今回ねこっちの在庫が復活していたのでこれを送っていただきました。ちょっとね分かりづらいかもしれないんですけど、普通の段ボールよりもかなりこう雨とか衝撃に強い、なんていうのかな、これちょっとプラスチックっぽい感じの箱です。でサイズがこの一体型ハンドルでも入るようなサイズになっていて、でこの材質の普通に分解して入れるタイプのものはすでに持っているんですけれども、ハンドルとかいろいろなことを考えて国際線に乗せるときはこっちの方がいいかなということでこっちにしました。ということで出国まであと1週間ほどですが、今日は思いっきり休んで来週はしっかり出国前のね乗りだめということで練習していきたいと思います。で今日はこの後いつもお世話になっています鳴島フレンドさんにて新しいシューズとインソールを作りに行きます。それでは本日は休みの日 Vlog ということで行ってみたいと思います。